石原工芸株式会社ダンボールケースの製造販売ね、今日はこちらへお邪魔しますよ。はい、あらまあ本当ダンボールがたくさん並んでおりますね。いやいや、お世話になります。お世話になります。すいません。いらっしゃいませ。もう何代目になられるんですか？私が2代目になります。あ、そうですか、はい、2代目の、はい、でもずっと最初からダンボールになるんですか？最初はですね、工芸って名前がついてるんですけど、縫製からスタートしまして、56年になりますけど、それからだんだん業態が変わって今は段ボール1本で。もう随分はしょってますけど、いろんなことがあったんでしょうね。じゃあね、なぜ縫製から段ボールに行くのか経営理念なんかもすごいですね。組織の輪を持って明るい職場を築き、共に栄え共に学び、梱包を通じて社会に貢献します。梱包を通じて かっこいいですね。かっこいいよ、かっこいい。経営理念をかっこいいという社長さん初めて見ました。1965年に創業した石原工芸。当初は地元の家具メーカーの椅子の縫製加工を手掛けていました。広大な工場の一角。少し雰囲気の異なる建物に気づいた中島さん。さっきもね、入ってくるとき思ったんですけど、家ですよね。昔ですね、創業当時にこちらに小学校があったんです、はあ、でその木造の建屋を購入させていただいて、でこっちに移設したと。いろんな柱とか、向き出ておりますけど、趣があるいえばあるかなというふうには思います。この建物、小学校の木造校舎を移設したもの。バラバラに解体するのではなく、引き屋という方法で建物そのものを引っ張ってこの場所に持ってきたのだといいます。こっち何、電気階段も丸いんです。もうたくさんの子供たちがもう歩いて、はあ、そうなんだ。本当にごめんなさい、こんなこと聞いて。崩れないですよね大丈夫ですよね。よく持って上がってください。そうさっき一緒、この辺りもちょっとふかふかのところがあるんですよね大丈夫ですよね。ここが教室だったのかな。窓があって、はいはい、ここに廊下があって、ここだから、ここが塀でこう仕切られてた。そうですね、こういった窓枠とかもすごい歴史あるでしょう。そうです、ね、この辺りはじゃあもう変えずにいいことですね。そうです、外はやっぱりサッシでないとね、風とかの問題がありますし、でもこっち側は、お金もないですから、そのままという、もうそのままにしといてやはり資材とかがね、大事に、今はもう全部崩して建てる方がまあ安くなるっていうところも、あるのかもしれないですけど、当時はもう大事にまた持ってくる、すごいことだったんじゃないかなと思うんですね。ここが石原工芸の心臓部。梱包する商品にピタッと合う段ボールを製作する巨大な機械です。今どんどん出てきてますか？そうですね、今製品が印刷とカットした状態で出てきてるっていう。はあ、もうすごいたくさん出てくるんですよ。これも気になるな。これなんだ？おう、その向こう側にも、気がつけばいっぱいある。これなんす？印刷機にセットする抜き型なんですね、はあ、で紙を通すことによってそこでプレスして、この刃物とか切り込み、いろんな形状に加工したものが流れて出てくると。あ、今まさに回ってる、はい、あ、本当だ。ただ上のゴムと下の木型の間が紙が通っていくことで、そういう形に抜いた製品として出てくる。狙った形の通りになるように段ボールの設計図みたいなもんで、そうですね、こういう型になるっていう風なのがもう組み込まれてて、今から寸法をですね、検品して設計図と合ってるかどうか組み立ててみて、はは、で
これテープレスなんですよ。それでここの切り込みもこれだけ切ってここだけが切れてない状態なんで折れやすいという。はいはい。ちょっと立ててみていいですか。どうぞ。この感じね。おお。なんすかこれ。これ鳥を作ってみました。鳥を作ってみましたか。見ました。ダンボール。ダンボール。まあ、作ってくださいっていう。あの依頼がまあ観光協会の方がありまして、持ち運びのことも考えた中でいかに組み立てるまたバラすっていうのができるように糊を使わずに全部組み立て式にしてます。ははまあすごい。こういうやれやれでわー気持ちいい。でまたこれとは違った形で出ました。これもダンボールの剣玉どうですか、やられますだ、できるんですか。そのできるというか取れるは取れるんですか。取れます。取れますけど重たいです。取ってみます。おんもあ、本当だ、剣玉の剣になってる。あ、おんも重い。こんな感じ。ちょっと、もう行こう、もう行こう、もう行こう。うわ、違う競技になってました。けん玉ワールドカップの時に会場へもう持って行かせていただいて。まあ、だからだ、見てください。宣伝です、宣伝。いや、でもいい、ナイス。これいいっすよ。感動した。遊び心いっぱいの廿日市市にちなんだモニュメントも驚きですが、いざという時に役立つものも石原工芸は手掛けているんです。それがこれですね、まあ、間仕切りなんです。間仕切り、はあはあ、ダンボールで、はい、災害が起きた時にやっぱり避難所の中でプライベート空間を確保するためにと思って作ったんです。ここが出入り口になるわけですか。そうですね。うわすげえ。もうリビングじゃないですか。これがベッドで、あ、椅子なんですね。大丈夫？大丈夫。へえ。はいはいはい。大丈夫ですね。大丈夫ですね。まあ相当な耐荷重に耐えれるようになってますので。へえ。あ、もう全然だわ。大丈夫か？ですね、ちょっとこう尖ったところでグッと押さない方がいいかもしれないです。あ、でも全然いいっすね。耐荷重ってどれくらいなんですか。いくらぐらいだと思います。どうだろう。実際どのぐらい耐荷重があるか乗せてみたんです。ほうほう。だから一応2トン乗りました。2トン何人乗れるんですか。その代わり全体にですよ。全体に、そう部分的にやったらちょっと難しいと思うんです。 1.2 2トンとか簡単に開けますけどね。梱包だけに包容力のあるダンボールの会社に遠征さん認定でございます。ありがとうございます。本当にこれからもどんどんいろんなものを進んでいってください。頑張ってまいります。はい、どうぞよろしくお願いします。